はい、青春へみちけちゃあばです。今回お邪魔してきたのは、神奈川県にありますオープンセサミさんの方にお邪魔してきました。こちら店のショーウィンドウの中には、かなり大型のアドモノの点灯ディスプレイなんかが大きくね、お待ちかねといった感じで、お店の外観からもね、アメリカの雰囲気がプンプンするといったようなところが伝わってくるんじゃないかなと思います。それでは入店の方をしていきましょう。店内の方はこんな感じでね、アメリカンダイナーのような感じで、軽食を食べることもできます。で、入り口付近の方には大きなロードランナーの方もお出迎えの方をしてくださいました。店内はアメリカン雑貨がぎっしりといった感じで、現行品の方がね、多めにはなるんですけれども、そんな中にもね、ヴィンテージのアメトイなんかも、ところどころに潜んでいるといった感じで、端から端までね、店内をぐぐっとね、見てみる必要があるんじゃないかなと思います。この辺はね、カリフォルニアレーズンなんかも、かなり PVC の方もたくさんありました。で、このあたり、ちょっとね、ホリホリしていたんですけれども、かなりヴィンテージのアメトイの方が、まあ、数はね、多くないんですけれども、かなりリーズナブルの方で販売の方をされているので、動画の最後の方でね、自分のね、購入風景なんかも撮影しているので、最後までご視聴いただけたらなと思います。で、こちらのお店なんですけれども、アメリカン雑貨やアメリカ好きのね、ご夫婦で営まれているということもあって、店内のね、雰囲気はアメリカン一色といった感じになっています。そういったところからも、どこを撮ってもアメリカといったような雰囲気が伝わってくるので、店内でのね、写真撮影の方もお気軽にといった感じで、SNS なんかでの拡散の方も大歓迎というようなお店になっています。この辺からは、店頭用の M&M's のディスプレイの方が、1、2、3、4、5、6点といった感じで、これね、フルラインナップじゃないかなと思うんですけれども、すべてのね、店頭用の M&M's の方が綺麗に並んでいて、憧れですよね。自分もね、いつかね、こういった形で、集めてみたいなと、挑戦してみたいなとね、思った時あったんですけれども、ただね、やはりね、それなりの場所がなければならないということと、一つあたりの価格帯も、やはりね、高額になってくるので、簡単にはね、集められないんじゃないかなと思います。そういった面でも、あえてね、M&M's の写真なんかを撮るだけでも、非常にね、見応えがありますし、改めてね、M&M's のディスプレイ、欲しいなとね、実際のものを見て感じることもできました。またこちらのお店では、アメ車なんかのね、オーナーさんなんかもかなりね、常連さんを通じて集ってくるというようなお店になっているので、この日も自分がいた時はね、ヴィンテージのビートルの方をお店の前の方にね、駐車して、写真撮影なんかをされているお客さんなんかも見受けられました。そういったアメリカ好きというような趣味が共通のところで、たくさんの常連さんに支えているお店なんだなと感じることができました。で、店内のね、天井付近には、そうやってね、アメシャンの写真がね、ずらーっとね、貼り出されているんですよね。ちょっとその辺ね、撮影の方をしてきてはいないんですけれども、多分ね、常連さんなんかの個人に所有されているアメシャンだと思うんですけれども、そういったね、写真なんかもね、綺麗に貼り出されていて、そういったところで、お店の方とお客さんとのね、距離感が近いお店になっているんじゃないかなと思います。で、店内ね、ずっと見てきてもらっているんですけれども、現行品の方がね、ほぼほぼといったような感じで、コカ・コーラだったり、M&M's や、またまたホットウィールといったような感じで、ある程度ね、ジャンルに分けて陳列の方もされているので、非常にね、見やすい店内になっていたんじゃないかなと思います。店内自体はね、それのね、広いスペースというわけではないんですけれども、限られたスペースの中にね、たくさんの雑貨や小物がぎっしりとね、詰まっているところは、ごちゃごちゃとした雰囲気自分は好きなので、ディスプレイなんかの参考にもなりました。ディスプレイ用に M&M's やコカ・コーラなどの、そういったね、クリスマスライトみたいなものもディスプレイの方にね、使われていて、そういった照明の使い方もね、うまいなと感じました。で、このエリアはフードエリアなんですけれども、アイスクリームを使った簡単なスイーツや、ハンバーガーやホットドッグ、そういったものもね、割とリーズナブルなんですよね。アメリカンダイナー的なハンバーガーショップだと結構ね、ハンバーガー一つでもね、1000円以上というところも多いんですけれども、フードメニューなんかもね、割と価格帯としては安い価格帯だったんじゃないかなと思います。ここからね、実際のお買い物の方をしてきたエリアの方を見ていきましょう。やっぱりね、最初に見ていただいたこのエリアですよね。いろんなものがね、あったんですけど、まずはこちら、7人の小人なんですけれども、こちら確かね、かなり古いものなんですよね。1950年代って聞いた気がするんですけども、ラバードールなんですけれども、まあ、ベタつきなんかもね、出てきやすいものではあるんですが、7人集めたいなと思って、自分をずっと探しているんですけれども、7体セットでね、本当は購入したかったんですが、1600円ですからね、1600円で50年代のおもちゃが買えるということもあって、まあ一つを買ってしまったので、これからね、気長に残りの小人たちをね、探していきたいなと思っています。で、このエリアのものはね、ほとんどが安いです。こちらの方も、これ何でしたっけ？このキャラクター。
なんかアメトーイの動画で見たことあるんですけれども、ちょっとね名前の方までわからないんですけれども、本当にね当時売られていたお店のね価格の半値の半値といった感じで、よくね半値の半値なんて聞くんですけれども、なかなかそういった状態でね売っているお店って実際ないですよね。なのでこの辺のヴィンテージのアメトーイ関係はほぼ半値の半値でした。なので思い切ってね何点か購入してきたんですけれども、実際ねオーナーさんがアメリカに買い付けたりなんかもしながら、こういったね古いおもちゃなんかも時々に、ね、入ってくるということなんですが、なかなか現在ねアメリカに行ってもいいものがね仕入れられないというような難しいといったような状況にあるとのことも話されていました。こちらのソーキーボトルに至っても最初はね6800円から現在ね1650円といった感じで、2000円以下でねソーキーボトル基本的に探しているので、早速ね購入の方をしてきました。といった感じで今回は神奈川県にありますオープンセサミさんの方でお買い物の方をしてきました。オープンセサミさんの詳しい詳細の方はこちらの方を一時停止してご確認ください。今回もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。またおすすめ動画も貼っていますので、そちらもチェックしてみてください。